今日お仕事は大丈夫なんですか？大丈夫じゃないんですよあの試合が決まるたびに自分の有給がどんどん消化されていくっていう、まあ、それだったらこっちが次の試合でぶっ飛ばして専念できるようにしてあげるんで。すいません、助かります、ありがとうございます自分が試合したいっていうのを言ってて、ドミネーター選手試合でもしてちょっと盛り上げましょうよ。自分が以前負けてる芦田選手にも勝ってるっていうのもあるし、ディープの元チャンピオンっていう肩書きもあるんで、すごい自分からしたら都合がいいというか、アピールに誠意が感じられないなと、損得しか見てねえなっていう感じがするんで、3月20日はもう忘れたくても忘れられないような日にしてあげたいなと。地元大阪の何万人っていうファンが見てる前で、もう思いっきりぶっ飛ばして試合を圧倒的にドミネートしようと思ってるんで。フェザーウェイト、ヤマスドミネーターサトシ VS 萩原恭平。フライウェイト、北方大地 VS 村本雄太郎。フライウェイト、竿本達希 VS 宇田雄斗。バンタムウェイト、波乱広山里葉 VS 手塚元信。フェザーウェイト、中村大輔 VS 山本空。ライトウェイト、大原樹里 VS 明。ウェルターウェイト、ストラッサーキーチ VS 阿部大地。昨年6月に郷井選手とやって1ラウンド、まあいう形で試合が終わってしまって、2人で男同士で蹴りをつけたいなという思いでライジングに上がります。あの偉大なムエタイ王者はすぐあの痛い痛いアピールをするので、もしよかったらこれつけてあの試合されてください。お願いいたします。キックボクシングマッチ、王子 VS 梅野源氏、3月20日、アルゼンインテックアリーナ大阪。